ペントの魅了です。川谷修斗です。問題、問題じゃない。そんな問題気になるよ。大谷さんあります。入れればいいかなぐらいで。サンドッカーズで注目してる選手です。はい、お願いします。不紐を結ぶのがちょっと早くなったかな。はい、次行ってみよう。はい、次行ってみよう。こんにちは、サンドッカーズ背番号9番ペントの魅了です。こんにちは、サンロッカーズ渋谷背番号73番川谷修斗です。リクシルスポーツチャンネルということでよろしくお願いします。ちなみにリクシルスポーツチャンネルはレオは知ってる？あ、もちろん僕レギュラーで出させて。いや、一回も出てないですよ。出ました？いや、もちろん。出ました。あ、出産も出てないんですよね。いや、俺は公平とカイトと、もうリクシルスポーツチャンネルで多分一番の爆笑会。え？俺らがそれやってるから一回。え、僕全然そういう話聞いてない。聞いてない。聞いてない。何話したかも全然わかんないです。それがちゃんとリクシルスポーツチャンネルを見てもらえれば、はい、わかるんです。はい。はい。ということでね、リクシルスポーツチャンネルは他にも、サンディの動画やサンロッカーガールズの動画などサンロッカーズの動画が、盛りだくさんです。また。同じくリクシルさんがサポートしている鹿島アントラーズの選手や、プロゴルファーの堀琴音選手の動画など盛りだくさんになっております。ぜひチェックしてください。はい、インタビュー対決教えてんです。イエー、教えてんって出た。で、ここに今10枚のカードがあります。で、一つ一つにテーマが書いてあるんですけど、それを1枚ずつ選んで、質問者と回答者に分かれて、まあ、レオがこれ引いたら俺が回答者で、レオが質問者、はい、で、うまく相手のことを視聴者の皆さんに伝えられるように質問するというコーナーでございます。なるほど。はい、で、質問をするときはただ答えるだけじゃなくて、なんかお互いうまく、はい、はい、それを掘り下げれればと思っております。はい、わかりました。じゃあ早速やっていきましょう。わかりました。どっちか順番は、じゃあじゃんけん。結構じゃんけん最初はグー、じゃんけんポン。あ、え、よし最初はグー、じゃんけんポン。はい、じゃあ先に質問をしようと思います。はい、多分まあスポーツでいきます。問題じゃないか。そんな問題気になるね、これ。バスケ以外で注目しているスポーツ、はい、またはスポーツ選手はいますか？バスケ以外で注目している、やっぱりあれかな、最近は大谷選手。ああ、大谷さん。野球、僕ちっちゃい時の将来の夢が、福岡出身なんですけど、巨人のプロ野球選手っていう夢が。巨人でね。はい、その時たまたまゴジラ松井がすごい有名。ああ、福岡出身だけど巨人が好きだ。ホークスじゃなくて巨人だったっていう。スポーツ選手、はい、まあ、大谷さんだって一時期朝起きて開いたらホームラン打ったの。そう、もう毎日。あれはすごかったね、大谷さん。今シーズンのサンロッカーズも大谷さんとフォーメーションなんです。大谷さんあります。大谷さんはね、一試合一回見たい、まあ見れればいいかなぐらいの、ね、サンドッカーズで注目してる選手です。はい、逆にあるっすか？俺はまあスポーツか、本田圭佑選手、サッカー。今回リトアニアのリーグに移籍して、第一戦移籍した最初の試合で点取ってて、でその後に YouTube もちゃんと見て、なんか点取るのは当たり前だぐらいのこと言ったから、やっぱかっけえなって思いつつ、ビッグマウスって言われながらもやっぱ結果残すってすごいなっていうことで、はい、注目してます。今年はちょっと自分もビッグマウスで行こうかなと思って。はい、ビッグマウス大事。ビッグマウス大事。はい、はい、結果なんですよ。最終的に大事なのは結果なんですよ。真似してきてる。まあ、いっぱい質問あるからね、はい、どんどん行きましょう。じゃあ今度レオさんでお願いします。次、じゃあ僕は選ぶんですよね。選ぶ。これ行ってみようかな。どういうあれだろう、スポーツの後の変化。はい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 、はい、質問です。はい、子供の頃から変わってないところはどこ？マジで言うと
小さい時の写真、まあ、インスタとかに載せてるし、みんな見たら分かると思うけど、顔が全く変わってない。ちっちゃい時から一緒？マジでもう3歳の時の写真からずっと一緒。嘘、そんなに？本当に変わらなくて、だって小学校の友達が幼稚園の友達になっても顔変わらないよねって言われるぐらい変わらない。そんなにちっちゃい時から目クリックリだったんですか？目クリックリの鼻ちょっと出てなくて、たらこ唇っていう悪口かな。いや絶対可愛いじゃないですか。じゃあいやちっちゃい、マジで可愛い。自分で言いますね。ちょっと髪長かった時があって、はい、女の子に間違えられた。それぐらい可愛かった。逆にレオは子供の頃から変わってないところ、僕はあれですね、やっぱり日々成長っていうことを心がけて生活してるんで、はい、毎日変化を意識してるというか、毎日変化してるんで、変わってないところはないかな。じゃあ例えば昨日と変化してる部分は何ですか？昨日やっぱ成長してるじゃないですか。まあ靴ひも結ぶのがちょっと早くなったかな。絶対です。はい、次行ってみよう。はい、次次。はい、じゃあ行きます。まあ、ね、ちょっと気になってたヒーロー、あなたにとってのヒーローは誰ですか？僕にとってのヒーローか。はい。僕アニメがすごく好きなんですけど、好きだね、確かに。もう僕の中でヒーローって言ったら、やっぱり最初に好きになったドラゴンボールの孫悟空かな。あ、まあ確かにな。やっぱちっちゃい時はもう悟空になりたくて、もう休みの日とか外でスーパーサイヤ人になるのに必死だった。家の前でずっとおーって言って、どこまで行けた？どこまで行けた？いやもうギリギリだったけど行けなくて、でお母さんにちょっとそれだけはやめて、やめてって言われて止められました。ああ、もう悟空はな、かっこいいからな。次は俺か。はい、はい、じゃあ、はい、でん、あー、はいはいはい、来ましたね。お金、みんな気になるからね、それは。質問です。はい、100万円あったら何に使いたいです。あー、これは難しいな。絶妙だなくよ、100万って。そのなんか難しいからすごい、もう使い切れない、なんか何億とかあったらあれだったけど、100万だったらオーダーでソファーを自分の形とか部屋の形とか色とか全部合わせたやつを100万円で作りたい。いい、いいとこ行くね。めちゃくちゃなんかそうクッションとか全部こだわっても100万で収まるか分かんないけど、やってみたいな。まあ、でもいいかも。一人掛けのソファーとかだったら100万で収まりそうじゃない？うん、無理か。ちょっと行きたいな、ソファーをマジで。100万、100万か。俺だったらでもやっぱもう1回で使い切りたいから、うん、やっぱもう今こうなかなかご飯とか行けないから、はいはいはい、お店貸し切ってもう一人だけの鉄板、あー目の前で、お店行ってもう一人もうマンツーマンでこう焼いてもらう。100万、100万だから、まあどっかのもうすごい、もう最上階とかにあるお店を、すいません今日僕だけです、一人の時間をお願いします。100万円分のサービス、100万円分のサービスを。確かに、使い切りたいからね、はい、とりあえず100万円で。これありだな。ありだね。そういう使い方、もう1回の思い出に全額投資するから。ありだな。次、まだまだいきます。次、次。じゃあ、はい。あれ？あ、そっか。恥。人生で一番恥ずかしかったことは何ですか？これはいろいろあるでしょ。人生で一番恥ずかしかったことって、うん、多分人に言えないこともたくさん。ああ、まあまあ言える範囲の中で、言える範囲の中で。ちょっとライト目でいいよ、ライト目でじゃあ。ライト目で恥ずかしかったことか。俺もう一個完全に思いついてるからね。先俺でもいい。答えるの。先に俺言う。それはじゃあそこまで言ってくれないと楽しみだよ。大したことない感じで。まあ、僕はなんかまあ恥ずかしかったっていうか、すごい顔が赤くなったのは、まあ、僕さっきもアニメが好きって言ったじゃないですか、はい、で結構お店とか行ってもお菓子コーナーとかでアニメのお菓子とか見ちゃうんですよ。ああ、で見てて結構
何個かカゴに入れてる。でこうやってなんかちょっとどれにしようかなって選んでるところに、ベンドラメ選手ですか声かけられた時はめちゃくちゃ恥ずかしかった。結構大人になってから、そう、結構大人になってから、もうしっかりプロになってから、そういうことね。そう、アニメが好きだから、あ、はいはいはい、こう見て、そんなにまだアニメ好きってそんなに言ってない時、確かに、にこうなんかもうスッていくことってパッて入れるぐらいだけど、こうでこっちにも3本くらいカゴに入ってるんですよ。で最後選んでるところにベンドラメ選手ですかって言われて、あ、はい、こういうショットスタッフを隠して、あ、いつもご一緒、ありがとうございます、はい、それ結構おもろい、やっぱでも恥ずかしいの、確かに。それはちょっと恥ずかしかったかな。あ、俺はもう完全に初めて中学生の時に MD ウォークマンっていうのを買ってもらって、ウキウキで試合の時にそれをつけてって、もう本当ウキウキしてるからもうずっとあれしたんだけど、刺さってなくて、まずそもそも、うん、俺も刺したあれだったんだけど、うん、刺さってないのになぜかもう音楽流れてると自分の中であれしてて、わかんないの、もう頭おかしかった、うん、ずっとこうやってやって、どういうこと。いや、流れてないの、音楽流れてないのに、でももう気分高まっちゃってたからさ、もう本当にこうやってやってて、友達に来た時に誰聞いてるのって言われて、こうやってやってたら刺さってねって言われた時はマジで恥ずかしかったし、俺どうしたんだろうって本当に思って。いや、俺それ恥ずかしいとかじゃなくてちょっと心配したよね、自分のこと。いや、もう家から出て、しかもその友達に会ったのも30分以上経ってから。怖い怖い、ホラー、ほぼホラーだ、それは。あれもマジで恥ずかしいの、怖かった自分で。ホラーですね。ホラーな話でした。はい、次行こう。次、じゃあ、前半はここまで。後半もお楽しみに。サウンドロッカーズで一番騒がしいです。よろしくお願いします。